皆さんおはようございます。私はこの磯田康72になりましたですね。はい。66の時に外国語大学行って、69で研究合格して、このチャンネルを作っております。すべてね、私の趣味でやってるチャンネルですので、下に書いてあるいろんな企画はありますけれども、すべてどなたでも無料で自由に参加することができますので、その前にメールマガ登録と動画登録をやっておいてください。メールマガの中にスケジュールとか入るためのアクセスコードが書いてありますのでね、まあ、それを使ってみてくださいということです。今日は何の話ということで、こういうことで、9月ね、ちょっと涼しくなってきましたよね。で、10月はオフ会になります。ですから、10月はね、下に書いてある企画すべてありません。その代わりオフ会の方やっておりますので、オフ会の方に出てきてくださいということで、今回はね、九州行くとき、ついでにちょっと旅行も兼ねて、行ってきます。今回はね、ちょっと旅行の話になるけど、屋久島行って、それから鹿児島通って、それで福岡へ戻って、博多でオフ会やって帰っておこうと思ってるんですよ。前回は、福岡博多でオフ会やって次の日ちょっとね佐藤さんにいろいろ案内していただきまして、でそれからあと、対馬へ行ったんですよね。で対馬を見学して、まあ対馬ってね、国境の島と言われて、一度も行ったことないので一回行ってみたいなと思ったんで、ちょうどいい機会だからと思って福岡から行きました。でまあ帰ってきたということですね。今回は屋久島へ、これ前からね、屋久島一回行ってみたいなって、どんなとこかなと思ってましたんで、ちょうどね、九州行くついでやから、そっちを回ってから行こうと、こういうことでございます。まあもしね、そっちの方におられる方おられましたらね、臨時オフ会やりましょうかということでございます。それがまあ次回の話ですよね。で9月涼しくなってきたんでね、ちょっとそれと10月試験でしょ、英検のね、いうことで、まあ皆さん一生懸命カンカンになっておられる時じゃないかなと思いますけれども、昨日、この間もね、マギー君といろいろ話してましたんですけどね、結構あの子はね、ようしゃべる子ですわ。はい。わーって言われたらね、こっちもちょっと、ついていかないようなところもあるんですけれども、まあ、大体言うてることは、そんな、むちゃくちゃ大きくは外れてないんで、まあまあ、それなりに対応できるんですけれども、どうしてもね、アメリカ人の方、割とああいう、結構、わーギャーギャーっとこういう人って結構多いんですよね。で、アメリカ人同士で見てたらね、結構こう、時には論争になったりもしたりしますけど、まあ、彼らの文化ですからね、結構好きなことを言い合って、お互いにまあ調整しながら、まあ、着地点見つけてやっていくというのが、まあ、アメリカ方式というやつですよね。で、それに比べると日本の方は、結構、まあ、なんか控えめですよね。どなたでも控えめですよね。典型的には、例えば居酒屋こう飲みに行ったりしたらね、最初に言うでしょう、とりあえずビールを言うやつね。あれね、まあ、アメリカ人と言ったら分かると思うんですけど、でとりあえずビールとは言わないんですよね。みんな好き勝手なこと言うんですよね。はい。私はビール、私はワインとかね、なんだかんじゃとわーって言って、まあそれを、ずっとこうメモしていって、それでまあそれぞれに答えていくという、まあこれが彼らのやり方ですよね。うん、まあ日本の場合はまあ、とりあえずビールから始まって、あとはまあぼちぼちという そのスタイルの違いですよね。この間もね、この本読んどって、これアメリカ人の女性が日本の男性と結婚するんですよね。でそうするとやっぱりそのカルチャーギャップに結構苦しむんだよね、カルチャーギャップに。で、どの辺でカルチャーギャップがあるかというとね、まあ日本語の、まあ、日本語ってのはこういう風に出来上がってるんですけども、これ、まあ、我々はこう知らずに普通に自然に使ってますけども、例えばこう目上の人に対して使う言葉と、仲間同士で使う言葉と、こういう目下の人に対して使う言葉とか、これ自然に使い分けてるんですよね。でそれから全体としての雰囲気でもうちょっとこういう風に持っていかなあかんだとか、それも読み分けて言葉を選択して使ってるわけなんですよね。でこの中でちょっと出てきて、私ふっと気になったのはね、義理のお父さんですよね。つまりこっち女性、アメリカ人の女性が男性と結婚したら、当然この両親が、まあ、義理の父と母になるんですけれども、日本語で読んだ場合 お父さんという呼び方するんですよね。でこれのこの方のお父さんの英語訳読んでたら、やっぱりグレートファーザー
そういうような形で訳してますよね。だどうしてもそうなりますよね。ところが英語の場合だったらもう全部これギブンネームで呼び合うだけですよね。だから仮に、まあ、私の娘が仮にアメリカ人の男性と結婚したとしたら、私のところ呼び もしアメリカ人だったら普通に安男って呼ぶだけのことだけど、これやっぱり日本人として相当抵抗がありますよね。もし個人の名前だけで呼ばれたとしたら、あの嫁息子の嫁からあのそういうふうに何でもいいですからね、あの年をとかなんとかそういうふうに言われたら、なんなんというふうになってしまいますよね、日本人の感覚からいくと。だからやっぱりあの結婚した相手だったらそうなってくるところ、義理のお父さんだから、お父さんと呼ぶという、そのことに対する向こうは向こうなりの抵抗があるわけですよね。だからその辺の、ギャップっていうのはあって、まあ、こればっかりはね、相手国の文化に合わせるしかないですよね。だから結構このアメリカ人の場合、日本文化に合わせるっていうのは結構こう難しいというか、フラストレーションたまるところあるだろうねと思いますわね。あ、いや、まあ、私はそこまでの経験はありませんけれども、ということで、最近ね、この間もお会いしてた外来の職員の方ですけど、専門が、ね、中国語の方だったんですけれども、まあ、英語の必要があって英語の方へもシフトしてるっていう話聞いてて、いや中国今大変でしょうって言ったら、いやいや大変なんでね、ちょっともう距離を置かないとやばいですよっていうことで、まあ、皆さんねご存知だと思いますけど、今中国は不動産をめぐって、大変な状態になっていってますよね。まあ、日本が1990年の時に、まあ、不動産バブルとか株のバブルもあったんですけど、その時のバブルの総額の、負債総額が大体1990年約100兆円だったんですよね。あれ最終的に処理はほぼ完了するのに15年かかってるんですよね。15年かかって100兆円ですよね。で今の中国 の不動産、今大きな会社潰れてますよね。でそれ以外にもいろいろこう潰れてるとこもあって、推計でどれぐらいの不良債権あるのかというと、まあ、大体1300兆円から1800兆円ぐらいではないかという推計が出されてますよね。あの国の統計って当てにならないし、あんまり発表しないですからね。でそれからいきますと、やはり相当の被害が今後出てきますよね。だからそれを全部こうこなしていくのには相当の時間とかかりますよね。で今福島県で、日本側が原発の処理水を表へ流す、海へ流すということで、アメリカで、ね、中国側がなんか妙に怒って文句つけてきて、水産物輸入禁止とか、それでちょっと国内で反日感情が少しずつこう出てきてますよね。あれなんかもう典型的に、要するに国内の不満をね外へそらすためにやっやってる行為だろうと、そういうふうに思われますよね。で直接ね中国共産党の方へ守ってこられたら困るんで、日本側へちょうどいい時間だから、このフラストレーションのはけ口として使う、だから反日行動に対しては、まあ見て見ぬふりするという、そういう状況が出てきますとね、やっぱりかなり危ないですよね。今から、その、約7、8年前ですよね、尖閣諸島で事件が起こりましたよね。あの時も反日暴動が起こって、日本の企業が焼き打ちに遭うとか、そういう事態ありましたですよね。あの時でも、あの時はね、結構まだ経済中国ぐんぐん伸びてた時代ですけどね、その時代であってもあれぐらいのことが起こるわけですから、まして今みたいにこう、不満がこう、鬱積してる時代だと、はけ口見つけると、ボンと来ますので、かなり中国危ないなというふうにして見ております。まあ、どういうふうにしてね対応するかって言って、こちらには対応の方法はないわけで、まあああいう怪しい国には近寄らないのが一番ですよね。そういうふうに思いますよね。だから行ってる方は、それなりの覚悟をしていただかないとということですね。ちなみにね、前事件が起こりましたよね。反日暴動が起こった時の、あの時ねたまたまね私の、まあ、知り合いが中国にいたんですよね。どういうことやってたかというと、中国で日本人に英語、ごめん日本語を教えるという、そういう仕事だったんで、まあ幸いね周りに親日の方の中国人ばっかりに囲まれてたんで、特に何の問題もなかったんですけれども、結構もう向こうの学生の方が心配してくれますって、先生街に出ると危ないですから、ちょっとしばらくお楽しみしとった方がいいですか、買い物とか行ってきますからとかいう、まあそういうような状況があったそうなんですけど、まあ別にもちろん何の問題もなく帰ってきてるんですけどね。やっぱりこの中国っていうのは政治の国ですから、非常にどっち転ぶか分かんないし、転ぶ
当極端な方向へ行きますのでね、まあ、中国関連の方はない用心されないと危ないなと思いますよね。まあ、その点ね、英語圏を中心にしてやってる方の場合は、比較的そういう政治に翻弄される度合いは低いですよね。中国みたいなあんな厳しい政治の、ね、流れで右左に右往左往されるってことはあんまりない、まあ、ないわけじゃないんですけどね。特に日米関係でもね、もう無理なんだ言ってきますよね、アメリカからね。あんな無理なんだよ飲むなと思うんですけど、まあ飲んで、ヘマこいたりというしたこともございますよね。でちなみに昔、その昔々日米戦意交渉ってのがあったんです。ずいぶん昔ですけどね。あの時やってた同時通訳の先生って方がたまたま私の知り合いだったんですよね。それでその辺の事件のことも聞いてたんですけども、まあ今はまあ全然雰囲気変わってきてますけどね。まあどっちにしろね、英語の必要な社会にどんどんなっていきますよね、これからね。で特にもう知ってると知らない、使えると使えないで極端にこう生活レベルも変わってくる時代になってきてますからね。やっぱりどんどんこう勉強を大いにやっていただいて、マスターしてこれを使って次の新しい人生切り開いていってくださいということですよね。それでない、そういう前向きでないとね、ダメですよね。人の足引っ張って喜んでるようでは人生暗い人生になっちゃいますのでね、大いに前向きに頑張っていきましょう。